コウモリク半魚人月の砂漠 Y さんは幼い頃毎年夏休みになると静岡県にある祖父母の家へ遊びに行っていた小学生になるとそこで親しい友達ができた ヤという一つ年上の男の子だった祖父母宅のすぐ近所に住んでいて何度か顔を合わせているうちに自然と仲良くなったのだ多分初恋だったと思います舞さんは懐かしそうにそう語る Y さんと和也はよく海に出かけた海水浴客のほとんどいない地元の隠れスポットのような海岸だ和也が手ほどきしてくれたおかげで Y さんは平泳ぎをマスターできたある年のこと和也が普段と違うところで泳ごう と誘ってきた。そこはいつもの海岸からさほど離れていない遊泳禁止区域だったここどうして遊泳禁止なのか知ってる Y さんが首を横に振ると和也は声を低くしていった「半魚人が出るんだよ」。 家はここは昔から「半魚人が出る」と噂さされている海岸なのだというもともとこの町にはそういう伝承民話も存在するらしい俺の友達が先週ここで見たんだよ真っ黒な鱗で腕も2本あって髪の毛も生えてたって俺たちも探してみようぜ 和也は言った。Y さんはあまり気乗りしなかったがしぶしぶ承知したやっぱり和也と一緒に遊びたかったんですあたりに誰もいないのを確認して二人は海に入った。 ゴーグル越しに目を凝らし、半魚人を探す。しばらく泳ぎ続けたが、半魚人はおろか、小魚さえ一匹も見当たらない。やっぱり、半魚人なんているわけないよね。諦めて帰ろうよ。かずやにそう言おうとしたとき、ワイさんは、 足裏にザラリとした感触を感じた。なんだろうと思い、皆底を覗く。そこで、息が止まるほど驚いた。半魚人がいたのだ。体は真っ黒い鱗で覆われ、二本の腕を振り回し、髪の毛は 海藻のようにゆらゆらと揺れていた間違いない半魚人だ半魚人はもがくように沖へと向かっていく Y さんはその姿をなぜかとても美しいと感じた息継ぎも忘れ無我夢中で追いかけた 不意にハンギョジンがこちらを振り返ったその顔を見て Y さんは水中で悲鳴を上げたハンギョジンの顔は和也だった白目を向いた和也が口をパクパクさせこちらをにらみつけていた Y さんはパニックになり慌てて海面に浮上しただいぶ沖まで泳いでいたようで海岸が遠くに見えた「イ、大丈夫か?」和也が近くに寄ってきて体を支えてくれたその途端全身の力が急に抜けて激しい眠気に襲われた 翌日から1週間、Y さんは高熱を出して寝込んだ寝ている間ずっとハンギョジンの夢を見ていたようやく熱も下がり動けるようになると Y さんは一刻も早く和也に会いたくなったハンギョジンを見たことを伝えなくてはと思った Y さんは家を飛び出し、和也の家へと走った。玄関のドアをたたくと、和也の母が現れ、Y さんを見るなり、泣き崩れた。和也が亡くなったって言うんです。あの海で溺れ死んだって。 二人人で半魚人を探した。あの日に和也の母によればあの日 Y さんと和也は意識不明の状態で海岸に倒れていたところを地元の人に発見されたという二人はすぐに病院に運ばれ Y さんは一命を取り留めたが和也は。 助からなかった私あれから20年たった今でもよくわからないんですいつどうやって和也が死んだのかお線香をあげてやってくださいと言われ Y さんは 呆然としたまま仏間に上がった家に移った和也は黒い光沢のある T シャツを着ていた Y さんにはそれがあの時の半魚人の鱗に見えたという